リカルド・フロレス・マゴンとエンリケ・フロレス・マゴン。リカルド・フロレス・マゴンの破壊し、リカルド・フロレス・マゴンは、メキシコの社会運動家、無政府主義者。弟のエンリケ・フロレス・マゴン、1877年から1954年、は、同じく無政府主義者で、ジャーナリスト、政治家となった。フロレス・マゴンは、メキシコ独立記念日に、オアハカ州サンアントニオ・エロホチトランで生まれる。 彼は多くの無政府主義者の著作を学んだ。ミハイル・バクーニニや、ア、ピエール・ジョゼフ・プルードンの作品を読んだが、同時代の無政府主義者たちの影響を受け、特にピョートル・クロポトキンからの影響を大きく受けた。1905年、メキシコ史上初の左翼政党メキシカン自由党を結成する。ポルフィリオ・ディアス政権に対する武力闘争を試み、その動きは、 メキシコ革命にも影響を与えた。1904年からアメリカ合衆国へ潜入して、たびたび逮捕され、彼の活動は、アメリカの無政府主義者に影響を与えた。その後1918年に逮捕され、1917年のスパイ活動法の戦争遂行妨害の罪で20年の懲役を受ける。フロレス・マゴンは百二十二年、カンザス州のレブンワース刑務所で死去した。 関守らの虐待やネグレクトが原因だと考えられている。メキシコ議会による遺体の返還請求は拒否されたが、遺骨は1945年にようやくメキシコへ返還されて、メキシコシティのポンテオンシュビルでドロレスに埋葬された。現在、出身地のサンアントニオ・エロホチトランは彼を記念して、エロホチトランデ・フロレス・マゴンと改名されている。ありがとうございます。